こんにちは、ヘアメイクの向井潮美です。今回は1日落ちてこない、くるりんまつげの作り方をご紹介したいと思います。まずアイラッシュカーラーを使うんですけど、その前にまずまつげを確認してください。スキンケア等で濡れていると綺麗に上がりませんので、しっかりとまつげが乾いていることを確認してからアイラッシュカーラーを使っていきます。アイラッシュカーラーは根元、中間、毛先って3段階に分けてあげるといいんですけど、根元を10の力だとしたら、中間部は7、毛先は3ぐらいの力でこう上げていっていただけると綺麗に上がると思います。ただ今回はまつげ用のホットビューラーを使いますので、アイラッシュカーラーの時点で綺麗に上げようっていう風に意識は持たなくても大丈夫です。そしたら次に、まず最初にマスカラをつけていきます。ここで使うのはボリュームタイプのマスカラ、こちらですね。こちらを根元からしっかりとつけていきます。マスカラは全体につけるっていうよりも根元にしっかりとつけるっていうのがすごく大事なんですね。なので根元にしっかりと置いて、それを確認してから毛先に向かってつけるぐらいの感覚がいいと思います。つけた時にダマになりやすい方は、何にもついてないこちらのスクリューブラシ、マスカラをつけた後に軽くなじませてあげると綺麗にセパレートさせることができます。ここでホットビューラーの登場です。マスカラの前に使うっていう方もいらっしゃるんですけど、マスカラ1回目の後に使うのをお勧めしています。下からすくい上げるようにしてこうグーッと上げていって、毛先にこうテンションをかけるんですね。皆さん根元をグッと折ってあげようとする方がいるんですけど、ホットビューラーの正しい使い方はすくい上げてこうシーカールっていうんですかね、カールをつけるのがポイントなので、すくい上げて毛先に向かって少しずつこう R をつけるというんでしょうか、テンションをかけながら丸みをつけてあげるというのがポイントになります。で、全体につけながら各場所10秒ずつぐらい固定していくと綺麗に上がります。そこまで終わったら、ここで一つポイントがあって、さらにですね、こちらのコームタイプのマスカラっていうのを目の際に使っていくんですね。どうしても根元の、さっき際からマスカラを塗るって言ったんですけど、本当のこの根元って入らないんですね。で、このコームタイプって本当に先端を狙えますので、この下から覗き込むようにして、本当のこの際の部分に点でこうちょんちょんちょんとマスカラを置くように重ねていきます。そうすると土台がしっかりとこう固定されるので、本当にこれやっとくとですね、1日まつげ落ちてこないです。下まつげに関してもコームタイプがね、使いやすいので、上を最後土台まで仕上げたら、最後その同じものを使って下まつげをつけるようにするのがおすすめです。はい、これで完成しました。いかがでしょうか。今画像を見ていただくとしっかりと上がっていると思うんですけど、これが1日キープできます。これがポイントなので、今回のやり方でやっていただければ、この綺麗に上がっている状態を1日キープできますので、ぜひチャレンジしてみてください。